そこで逆立ちしてお尻が出てきてダメだからな、顔だからな。いいか、顔だからな。じゃあ、あのシーン行ってみよう。はい、テイクワン、スタッ。クラスに一人はいそうなデブチャンネル、久々に始まりました。初待ちを今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。アリケンとラップバトルするって やつがいるんだけど、こいつ行ってみる。もしもし、こんにちは。ヨーヨー、ラップバトルかい？やります。おう、やろうぜ。お前から、あ、20秒2ターンでやります。オッケーオッケー、イエイエイエイ、プンプン。あ、じゃあアリケンさん数えてもらっていいですか？オッケー、よーい、ぶちかませ、ドゥク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 。よ、とりあえずアリケンとのラップバトル楽しみだけど、俺が勝ちまうから負ける選択の余地だけど、アリケンの話つまんなすぎてこの場冷ましたよ、冷却装置ってわけ。それがわかる、俺が先行取るだけど、リスナーたちどうだ、わさ調子どうだ、テンション問うってことだぜ。いや、アリケンのアンサー返してくれよ。アンサー、俺はまるでダンサー、お前と戦うこの舞台上踊り狂う。いや、お前のその意味わかんないラップマジで気持ち悪いぜ。何を俺に言いたいかわからねえ、だからね、中身がね、お前は頭もね、額もね。いや、返してこいよアンサー。へいせい、よ、踊ってる けど俺の手の中で踊っちまってるぜアリケンさんは。よ、何がない、額がないとか言ってるけど、アリケンさんがラップしても意味がない。だけどお前が何言っても俺に対して響かないってこと。響かない、だけど俺はしっかり韻を踏む。で、俺のディスがお前に浸透する。で、俺ラップうますぎてお前が嫉妬するってこと。いやいやいや、響かない、お前は自分のラップに自信がない、だからそういうことを言うんだ。意味がない、自信がない、お前のよ、ラップは全然俺にも伝わってこねえ。お前が伝えてこねえから俺の心もアンサーも適当になる、適当になる。あー、いや、はい、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。どうしました今日は。何でしょうかね、ちょっと暇だったんで来たんですけどね、ちょっと。ああ、そうでございますか。いやいや、今宵あなたに会えたことを神に感謝。どうもこんにちは。いや、さようでございます。ありがとうございます。いや、近々最近寒うなってな、もう布団がないと夜眠れへんでござる。いや、あれもアリケンさんは裸でいけると思いますけどね。いやいや、何を言ってるんでやござるか。それがし、さすがに130キロのデブでも夜は布団をかぶんないと死ぬでござるよ。それがしは裸で寝るんでござるか。それが似合ってるでござるよ。あ、さすが武士道の末端、すごい日本男児。ところで好きなアニメは何でござるか。好きなアニメはリゼロでござるね。やっぱり我々オタクが絶対に通るであろうリゼロから始める異世界生活。やはりそなたもレモーシか。はい、おめでございます。レモーシか。やっぱレムリンが一番可愛いでござるよな。ありがとうございます。さあ、マジでモンストももう回しまくって出たんで、もう満足ですよ。そうでござるな。やはり我々の推しがコラボしているスマホアプリは全部やるでござるよな。ありがとうございますね。そうでござるよな。私もあのレムリンが好きすぎて、主人公の夏木スバルに嫉妬してる毎日でござったよ。ああ、それマジでわかるでござる、マジで本当に。ところで、もしやレムリンの どこが好きなんですか。いや、ちょっと上半身も好きだし。上半身、まさかの裸。私は内面が好きでレムリンのことを好きになったでござるけどな。あと中身もあれですね、やっぱ可愛いキャラですね。キャラ、やっぱりそうでござるよな。やっぱり一番最初はあの主人公に対するゴミみたいな目つきがだん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 出れていく様、それがすごく可愛いってござるよな。そうですな。それじゃあ今日はこれで、ありがとうござる。はい、どうもこんばんは。こんばんは。今日は、はい。はい、相談が あるんですけど。はい。なんかその相談なんか何も悩まなさそうな見た目してますよね。そうですよね。うん。もう、自らさらけ出してる感じしますよね。そう、何もなさそうな。しかもグリーンバックがあるのいいですね。あ、そうですね。配信者っぽいですね。大丈夫です。はい。で、今日は憧れてて。いや、そうなの。今日はどうなさいました？ですね、まあ僕普段こんな感じで、うん、あのツイートとかちょっと実写とかでしてるんですけど、うん、まあ、さっき言った通り、ちょっとさっきもこの間まで競技やっていましてですね、うん、で待てスパイダーマン、はい、敵来たサンドマン来た、後ろサンドマン来た、戦わないとスパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマン。
すげえ。あいつ本物のスパイダーマンだ。あいつ本物のスパイダーマンやぞ、おい。あいつすげえ。いや、あれバランスないとできないぞ、あんなの。もう一回来てほしいな。ちょっとがん、ちょっと待って。ちょっともう、多分次もカメラ、ちょっと俺が、ちょっとごめん、俺がいなくなっちゃった。俺がいなくなっちゃった。ごめん、ごめん、ちょっと。あまりにも動揺しすぎて、ちょっと見てください、後ろ。ごめん、本当にちょっとごめん、あの、面白すぎて、切っちゃったわ。ごめん、何、どうした、今日はどうしたの？そうですね、まあ、あんな感じで普段やってるんですけれども、うんうん、ネタをしすぎて、本当はちょっと競技できたりするんですよ。ああ、まあ、競技なんだ、はいはいはい。アジア27位とか取れたりするんですよ。あ、そんな強いんだ。でも、うん、その募集してもみんなネタだと思って来ないんですよ。あ、そういうことをやってるから。そうですね、フォートナイトに触れるともう一気に全部。ちなみにフォートナイトの名前は何なの？え、待って、スパイダーマン、敵来た、また来た、ゴブリン来た、やばい、戦えない、スパイダーマン、頑張っ、腕の筋でスパイスパイダーマンのさ、もっとあるだろ、スパイダーマンのポーズは。お前、なんでその、逆立ちしかしない、お前。でもそれができるってことは、だいぶ運動神経いいね、君。あ、まあそうなんですよ。うん、ちょっと今はできないですけど、バク宙とかもできたりもするんですよ。あ、じゃあちゃんとスポーツができる。そうですね。ちょっと、憧れてる。ちょっとカメラ逆にして、ちょっとカメラ逆に。カメラ逆っていうのはどういうこと？カメラ、あの、上と下を逆にして、ちょっとあのシーンやってほしいな、ちょっと。そう。それで、スパイダーマンがさ、上からスーって降りてきてさ。スパイダーマンがスーッと上から降りてきてさ、あの唇を出すシーンあるじゃん。あ、ちょ、これ繋がってるんですよ。で無理か。それだとこっちになっちゃうんですよ。それでいく。一回それにしてみて。そっちが本物だから、多分。一回どうにかしてその頭を。あ、いや、いいね。上からあの蜘蛛の糸で。スーってくる、真似して、スーってくる、上から。下に顔をうずめて一回。カメラ街に行って、顔だよ。逆立ちするなよ、そこで。そこで逆立ちして、お尻が出てきてダメだからな。顔だからな。いいか、顔だからな。じゃあ、あのシーン行ってみよう。はい、テイクワン、ストップ。いやー、掘っておるんやな、世の中に。あー、面白い、マジで。ちゃんと振ったらしてくれた。わかって、ね。誰かわかんないけど、競技組んであげて、強い人。ちょっと待ってな。うん。なんか久々な感じはしないな、なんかな。そうですね、1ヶ月ぐらいのうちにね。ねえ、元気してた、この1ヶ月。寒くなったな、最近な。はい、元気。バイトで発給で出た。今長袖なの、それ、長袖？ああ、やっぱお前も俺半袖だけどね。ああ、俺の方が強いな。俺の方が強いな。はい。寒いの、そこは。いや、ちょうどいいぐらいです。あ、ちょうどいい。部屋なんで。うん。おとちゃんの部屋ってどんな部屋なん？普通に。でも暑いんで、クーラーは18度です。なんで長袖着てんの、じゃあ。風邪ひかないように調整をしないと。クーラー消せばいいんじゃないの。でも、おとちゃん。確かに。負けたわ。はい、俺20度なんだよ。大正解。はい。俺負けたわ。お前18度かよ、はい、お前。めっちゃ強いやん、お前。でも、長袖なんで同じぐらいですよ。じゃあ、今日は引き分けってことにするか、じゃあ。はい。じゃあ、今日は引き分け。うん、どうした？一個、ちょっと、相談したいことがあって。相談、珍しい。ちょっと、うん、学校で、うん、クラスが A、B、C って分かれてて。A、B、C、うん。いや、B なんですけど。うん。C 組に、うん。やばいやつがいて。おとちゃより？
はい。おとちゃんよりやばいやつがいるの、お前の学校。はい。おとちゃんが一番やべえやつだろ、お前。いや、やばくないです。もっとやばい。おとちゃんの何倍やばい、はい、?100 倍。100倍ちなみに俺はおとちゃんの何倍やばい?1 億倍。やべえやつじゃねえか、俺じゃ。おもろいな。おもろいな、おとちゃん。で、どうしたん、そいつが。そいつがどうしたん。これ、結構みんなに話題になってて聞くんですけど、うん、G 組に一人、うん、中学の時に、帰還して、中学辞めて、うん、そいつが今 C 組にいて、その犯罪者がいるんか C 組に。それでちょっと、うん、その情報は教えてくれるんですけど、誰かは教えてくれなくて。うん、ああ、名前は伏せられてるんだ。はい。うん、それがちょっと怖いなって。ああ、じゃあ、そいつは多分、痴漢をしたってことは電車ってことだよな。いや、学校で。学校でなんか、したらしくて。ああ、じゃあもう、お父ちゃんがそれ捕まえないといけないよ、じゃあ。はい。じゃあ、そうだな。まあ、そういう人の特徴は、やっぱり電車とかになったらする人多いじゃん、そういうのって。はい。だから、お父ちゃんが C 組の前の方のクラスのドアから、ガタンゴトーン、ガタンゴトーンってクラスに入っていって、はい、おとちゃんのお尻を触ったやつが犯人だよ。なるほど。はい。それやれば多分わかるよ。ちょっと一回練習してみよう、おとちゃん。と、うん、ちょ、全力で電車の真似しないと引っかかんないからね、そいつは。はい。もう本当、はい、大丈夫か、ズボン履いてるよな。ズボン履いてるよな。大丈夫です。本当か、怖いな、お前。オッケーオッケーオッケー。大丈夫です。大丈夫？あ、本当、はい、はい、あ、よかったよかったよかった。よかった、そういう風になってたのな。オッケー。手見ます？うん、もう見える。じゃあ、ドア開けます。うん。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。いや違う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 、あの違う、あの電車の先頭じゃなくて乗ってる人だよ。お前が電車になったらだそう乗ってる人だから、これ釣り革をやんないと。それだとおとちゃんが電車みたいになっちゃう。それ電車の人入ってきたらなるから。そう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 、釣り革持ってガタンゴトン。そうそうそう、ガタンゴトンガタンゴトン。そうそうそう、それでお尻を触ってきたらなんていうの。変態。オーケー、それもうそれもうそれをやって見つけるしかないな。オーケー、ありがとうありがとう。よし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 、いいのこれ出して配信。あ、全然大丈夫です。オッケー、すごいね。はい、体に挨拶する東京卍會、お疲れ様です。副省庁、まだいける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 、数で押せ、数で、数で押せ、数で押せ、俺は好きだったぞ今の。暑い時でも踊る星野源。暑いな、胸の中にあるもの。まだいける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 、なんでもいいぞ、なんでもいいぞ。一発芸、そんなもんじゃねえだろお前、そんなもんじゃねえだろ。いきます。あと引っ越しセンター分け。まだいける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 、押せ押せ、押し切れ押し切れ押し切れ、今いいぞ、今 80% くらい来てる。よし、いきます。いいよ。頑張れ、頭回せ。よし、1たす1ワニー。いいよ、ラスト思いっきりいけ、ラストいけ、ラスト俺が切ってやるから、切ってやるからいける、お前だったら。あ、ちょっと、いいよ、いけ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 、お前だったらいける、絶対出てくる、お前だったら、お前だったら最後思いっきりいける。ニューバランス。俺は好き、俺は好きよ、俺はだいぶ好きよ。お前素晴らしい、素晴らしい、あいつは大物になるぜ。あー、ニューバランスいいね。最後最後よく出したね、あんな短いの。今日いいね、今日頑張ってくれる人が多いな、だいぶ。あー、面白かった。ありがとうございます皆さん。あー、もういいだろ、終わりで。もう多分もうあれ以上のもん出ねえよ。
あれです。見に来てくれてありがとうございます。突してくれた方ありがとうございます。それじゃあここら辺で終わりにしていきたいと思います。ツイッターで面白かったよとかあったらエゴサするので、どうかアリケンで、やればエゴサしてるんでよろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。